おうおうおう。おお。パラダイムまでの4番21度。50か。すごい。よいしょ。きれいに拭いてくれた。お、いいねこれ。キャリー178、うん、巻きで取ってるから。ちょい捕まり気味やね。185、うん、おぉ、ナイスショー。180、割と打感やばくない？やばい、軟鉄みたいな。音も静か。こっち弾くよ。今ので。あ、全然違う、見た目も全然違う。ちょっとロフト一緒なのにこう出っ歯みたいなの出てるよ、うん。でヒールが3つなんかブースじゃないけど HL のね。これは SR。 音すごいね。これもね、割と柔らかいけど若干こもり感がする。うん、この音がね、結構バチってくるな。うん。上がるね。うん。あ、こっちの方がはるかにスピンと高さが出る。でも、形状慣れれば全然いいわ、こっちでも。おお、こっちの方が上がるもん。いや、これはいいんじゃない、選ぶ側として。うん、形状の違いは最初だけ違和感は。明らかになんかこうロフトが寝るじゃないけど、上がるな。面作ってるよね、うん、インパクトに向かって。キャリー172、この普通のやつよりもちょっと垂れるんだよね。そうね、お尻が ここからこう入っていくんだ。そうそうそう。君の場合はフェードするんだね。なんかあれみたいな、交換性モーメントのアイアン。ちょっと捕まえ気味で打って。ん？ドロー気味で。
おうおうおう、あんまドロしない。うん、182、6 U みたいな弾道してるよ。5番ユーティリティよりも高くないか。うん、おいいじゃん。うん、捕まえに行ってそれはいいね。そうだよね、距離も出るんでしょ。出る出る、178でも、トータル190だよ。あ、ドローではやっぱちゃんとロースピンになるんだね。うん、でも僕のヘッドスピードだとちょっと吹いてたよ。おじさんにちょうどいい。見た目とどっちがいい？こっち楽っすか？楽は楽。でもこっちの方がめっちゃ好きなんで。うん、もう一回打ってやる。ちょっとこういうの低いのもいけんのか。ローボール的な。おお。強っ。いいね。いいね、今のは。うん、スピン入るっす。おお、これで打てるのはいいよ。キャリー243。おお、3U じゃん。4でしょ。そこまで極端に捕まるわけでもないし、うん、ハイボール見切れるでしょ。うん、でフェアウェイとかデューティー買うんじゃない、これ。全キャロウェイでいけるよ。いけるね。はい、見てもらいましたが、今回、打ったのがパラダイム AI スモークのハイブリッドですね。ノーマルのモデルと HL、まあ、打ち出しがちょっと高くなるモデル、うん、この2機種ですね。あとファストもあるんですけど、今回はこの2機種です。どっちもカチャカチャがついてます。で、上から見た時の形状の違いがあって、まあ、ノーマルのモデルはね、本当にオーソドックスというか、うん、何もこう、害がないですね。変に大きいとか、ちょっとこう角張ってる、四角っぽいとか、ちょっとクジラ型、厚みがあるとか、ほんとそういうのがなくて、本当に構えやすい形状をしてますね。で、HL の方が、若干ね、グースじゃないけど、ちょっとヒール部分までこう、フェイスが結構刺さってるっていうかね、長めに、フェイス調がこう、長めにあるような雰囲気で、これも割とストレートな見た目なんで、その左を向いてる雰囲気もなく、本当にどっちも、どっちのモデルもストレートな見た目ですね。で、まあ、ソールの形状からしても、若干 HL の方が、トーガーの後ろがちょっと膨れてて、わずかに。その分ちょっとこう、やっぱりこう、曲がりづらさとかさ、ちょっと後ろに重心とか、トーガーにちょっと重量がとか、なんかそういう雰囲気はソールからもしますね。シャフト的には 50g 台でちょっと結構柔らかいのが入ってましたけど、まあ、意外と、まあまあ打てましたね。まあ合わせて打ってっていうところもありますけど、どちらのモデルもね、高評価なんですよ。うん、で、まあ、比較で、それぞれ言っていきたいかなと思いますけど、量については僕はノーマルの方がかなり良かったですね。本当、操作性もかなりいいですし、4番でこの飛距離飛ぶかっていう感じです。まあ高さも結構出てくれたし、まあ、スピンは極端に入る方ではないし、そんなに巻かないし、球のコントロール、飛距離、高さ、スピン、もう文句ないなという感じですかね。で、個人的に、ハイブリッドほら捕まるのが怖いっていう人いるけど、僕は捕まえてドローで結構、ハイドローで、コントロールしたい派なんで、それが結構打てるところはいいなとは思います。とカチャカチャでね、ほら、こう、いろいろ変えられるだろうし、ロフトもね、あとシャフトもね、変えるのも容易にできるんじゃないかなっていうところもあるし、うん、これに関してはちょっともう購入候補です。で、HL に関してもいいんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。
で、球の高さがめっちゃ簡単に出せるんですが、若干、うん、その操作性だったり飛距離の部分で言うとロスが、あ、僕のヘッドスピードになってくると結構出てしまってたんで、うん、だけど彼ね3番から8番まであるの、やばくない HL、 これはでも揃えたら揃えたで、うん、逆に一辺と、うん、ハイボールの長い球のみ、うん、って考えると考えること少なくなりそうで、めちゃくちゃいいんじゃないかなとも思うんですよね。フェイスのねテクノロジーがあるらしいんですけど、本当に、うん、まあ、若干ヒールに当たった時も強かったなっていう印象ですね、どっちとも、うん、で友の方はどうですか、どっちのモデルが。寒い日とか、あの体力落ちてきたら絶対 HL の方が有利だなって思う。HL この年だとね、うん、うん、もうまず上がるから安心だよね。わかりますね。アイアンの数を上からどんどん減らしていこうかなってお年頃の人はいいんじゃないのかなって思うし、これどうか、スチールとかどうなんだ。スチールも、あ、特に7番8番とかはありかもしれないし、そうちょっと寝てるロフトに関しては、まあ硬くするのもだし、スチールでも相性がどういいのかもしれないなって思うんだけど、あのノーマルの方も悪くはなかったわけじゃん、うん、だけどHL も高さ出るのに飛距離が変わらないぐらい、高さも出てて、キャリーの差でもどうだろう、5ヤードもないぐらいなのかな、うん、HL も普通に飛んでくれてたっていうところがあるんで、いいっすね。たまにいるでしょ、あのアイアン苦手な人が、もう全部ユーティリティでいいのにっていう人がいるんだけど、うん、ゆくゆくなるのかもしれないね。いや、だからこれ考えたら、3番が18なのね。でも、7、8とかになると、30度、33度なの。うんうんうん。で、33度ってもう、9番アイアンとか、35度ぐらいか。うんうんうん、今の飛び系の、まあまあ立ってるやつだと。だから、ほとんど、うん、これでもいいんじゃないかなって思っちゃうね。特にもう7番ぐらいまで入れる人はいるだろうね、うん、30度。うんうん。うん。だ7、8、スチールでいいよ、軽量の。うん。いや、そういう人もいるでしょうね。うん、いや、それぐらい、本当にね、高さで止めれる、うんうん、ある程度パワーない人でも多分十分扱える。特にどうだろう、もうヘッドスピード40以下だったらもうこの純正のまま、うん、カーボンだけど、いける可能性もありますからね。3番から8番っていうところで考えると、ちょっと買い足すっていうのももしかしたらあるかもしれないしね、うん、とりあえずこう4番買ってみて、うん、まあ、いいなっていうことでもう5、6まで買っちゃうみたいなね、うん、いう人もいるかもしれないし、どちらもいいです。まあぜひ売ってもらいたいですね。これはね、本当買うかもしれませんね。うん、お互いに違うモデルをね、うん、っていうような感じでした。はい、はい、ありがとうございました。